はい、じゃあ佐藤こっちに買っていきます、はい、おー、ナイスキャよいしょ。おー、うまい。そう。おー。ナイスか。あ、ごめん。そう。そう。おい。おう、ノーミスだね。うん、よいしょ。はい、じゃあ今打ってもらったら、はい、ノーミスでしたね。ノーミスでした。素晴らしいですね。うまいね、やっぱり。なんか感覚が結構取りやすかったな。はいはい。自分の中で一番気をつけてることは、そうですね、やっぱさっきの、あ、さっきっていうか、まあ親子と同じように横向きを先に作る。はいはい。でボールを追いかけるときに私もやってましたね、これ。あ、万歳。あ、グリコマーク。そう、グリコやってましたね。で万歳して打つときにこうやってクロスする。うん。あ、左手とね。そう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 。ここで打ち終わりに右手だけでいくんじゃなくて、はい、左手とクロスしながら打つことで体がまあ横向きでしっかり保ってくれるので、やっぱそこですかね。なるほどね。うん、結構なんか手首を返してるイメージが見えたんですけど、ね、自分でもそこは感じながらやってますか。やってます。それは実際使ってるんですか。使ってます、もちろん。この部分では使ってます。結構ここの、そうだね、返しが強いかなと思ったんです。僕はどっちかっていうとその返すっていうよりかそのままグッと握り込んでいくタイプなんで。このタイプがね、グリップのちょっと薄さとか厚さにもよるのかなと思うんですけど、うんうん、うまく手首を使って打ってたなって印象ですね。親子じゃ薄いですか。僕はいや、フォアのちょっと厚めに、コンチネンタルのちょっとフォア、イースタングリップぐらいにして。私と一緒だ、私もそうだ。あ、同じなんだ。多分あれだね、手首がサトコチが柔らかいから動くのが見えるんだね。なんかこう構えた時にも、あとこうやって結構なってた気がする。私こういくタイプですね。あ、そうなんだ。それはわざとやってんだ。そう、うん、なるほど。これ多分ね、私これだとねできないんですよね。当たりが悪くなるから。当たりが悪くなっちゃうので、このまま行ってで最後にやっぱ立てるっていうイメージ。ああ、立てて終わる。そうそうそう。こっからのこう横から見るとこう行って最後。あ、確かに確かに。こういく感じかな。はいはいはい。そう、あんまりこうはいかないですね。うん、最後。余裕があった時は、あんまり下がらなくて良さそうな時とかは。下がらなくて良さそうな時？うん、意外と、あ、そんなに。遠くじゃなかった、後ろじゃなかったっていう時あるじゃないですか。はいはい。ロブカットでそういう時はどうするんですか。こういくかな。あの、下がらないバージョン。下がらない。あ、下がらないバージョン。あ、下がらなくていい。あ、そうそう。そのまま。あ、そのままいく、うん、そこで強く打つ時でも、まあ、そこまで動きはそんなにない、うん、意外と前だったなっていう時は、下がってて意外と前だったなと思ったら多分こういく。あ、先端がなるほど、ちょっと抑えるために。抑えるっていうか、まあ、なんだろうな、あんまり上にポーンっていかないようにするために、ちょっと抑えるためにやるかもしれない。結構球出しの僕奥に出してた感覚だったんですけど、多分まあさっきの僕と同じぐらいの位置まで佐藤コーチ取れてたと思うんですけど、うんうん、目安としてはどういう感覚で取りに行きますか、いつも試合で。まあ、感覚だと思うんですけど、パッと上がりました。私最後サイドステップなんですよね。うん、うん、打ち終わりだからサイドステップで届くところっていうので、ね、多分感覚的に覚えちゃってるんで、だから手で投げてもらったってどこまでいけるかっていうのを右手でキャッチするといいかもしれない。あ、なるほど。あ、そう、いきます、ね、こう来て多分右手でキャッチできるところが多分一番最高のところでいけるはずなんですよね。そう、だから私だったら今結構サービスライン次までこういって、はいはいはい、これだったら余裕ですよね。余裕だね。ちょっとラケットで出していいですか。じゃあ、はいはい、あ、余裕だね。これも余裕だね。もっと奥でもいいんだ。そう、ここも余裕。じゃあやっぱサービスラインとベースラインの間ぐらいまでいけちゃうね。そうですね。そう、ここからだと、
余裕だね。右手でキャッチできれば、ラケット持ったらもうちょっといくので、まあ、絶対いけるよね、余裕で。そうそうそう、なので右手でキャッチできる範囲だったら届くよ、はい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 、ラケット持ったらもうちょっといけるのでって考えたらもう余裕ですよね。なるほど。そう、だ余裕持って打ちたかったら右手でキャッチできる場所までとりあえず行ってみて、でここら辺だなっていう、私もサービスラインとベースラインの、まあ、大体間ぐらいまで、ね、オーバーヘッドスマッシュやるときでももっと後ろでも取っちゃうもんね、余裕がある。そうですね、読んでれば、うんうん、足の使い方はどんな感じですか。私も一歩目は右足まず引いていって、はい、ここからクロス挟んで最後サイドステップで合わせるかなって感じ、うんうんうん、基本はじゃあ横向きのクロスステップからのサイドステップ、サイドステップ、ね、まあ一緒ですよね、そこはね、うん、やっぱり横向きですよね、絶対ね、大事なのはね、横向きの一歩目と、まあ、クロス挟んで最後のこのサイドステップで歩幅調整する感じかな、はい、あ近かったら細かくサイドステップ、はい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 、もっと深かったら大きくサイドステップっていう感じでやってるかな、うん、あの足がちょっと もつれちゃって動かないんだよねっていう方いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、そういった方はどうしたらいいですかね、こういう時は。え、もう後ろに走る。あ、走った方がいいですか。あ、今背中をこっち向けて走る感じ、じゃあ相手にもうボール見てだいたいここら辺だなっていう着地の場所を目印として、うん、もうそこに向かってちょっと走ってって打つかな。なるほどね、うん、ちょっと打ってもらっていいですか、はい、それこのまま走ってって、はいはいはい、まあこれだと早いですよね、まあ、早いね。そう、このまま走ってって、おお、なるほど。ちょっと金ちゃん、ちょっと金ちゃん。ただでも変に考えない方がいいじゃん、こういうのって、うんうん、感覚で。だから足元で転んじゃ危ないからさ、うん、絡まっちゃうからね。そう、絡まっちゃう方結構多いと思うので、うん、まあでも最初のここはやっぱ一番大事ですよね。横向きだけ守ってもらえれば、うん、あとは自分の動きやすいように動けばいいかなって感じですか。わ、うん、かりました。はい、じゃあ最後打ってもらいましょう、はい、お余裕だねこれ、うん、もっといける。おお、いける。それはさすがに無理か。もうベースライン、ベースライン。それはさすがに無理だよ。あれはスマッシュ。あ、でも行くね。ないでしょ。お、余裕だね。まあ横向きがやっぱ大事だね。あ、初失敗。初失敗。ナイス。なんか打った後の方がラケットが握ってる感じがあるんですよ。あ、そうです ね当たった後の方がなんかギュッとこうギュッていくね、掴みにいってる感が、うまいね。あとなんかちょっと先端で取ってるイメージもありますね。あ、真ん中じゃないね。うん、ちょっとこうこの辺で取ってる感じがある。確かに右斜め上ぐらい、真ん中じゃないかも、うん、ね、真ん中じゃないよね。ナイスキャじゃあラスト2つで、はい、はい、ナイスショー。よいしょ。おー、取ってる位置がちょっと先端に感じたんですけど、真ん中じゃないのかな。ね、私もそれ言われて今気づいたんですけど、ちょっとわかんない、あのごめん、こっちから見て後で編集してって気づくかもしれないんだけど、うん、見たらわかるかもしれない。多分先端だと思う。結構当たった感触があるってことは多分ここなんでしょうね。だよね、そうだよね、うんうん、やっぱりあのクラッシュスポットだよね、あそこの、ね、確かに、うん、あとは握りも当たったのが強いかなと思います。あの当たる前までは本当にあのリラックスしていってます。リラックスしていって、そうだね、そこも大事だよ、ね、当たる時にグッ、うん、僕はどっちかっていうとリラックスあんましたくないんですよ。構えた時からちょっと作っておいて、うんうん、もう手パッと入ってあげて、もうどっちかっていうともうラケットと握手するぐらいで、ラケットヘッドが落ちないぐらいっていうのを意識して、うんうん、でちょっとそこから強く握手するぐらいの感じにしますね。ゆるゆるからの僕はギュじゃないです、どっちかっていうと。ちょっと作っておいての軽くギュっていう感じ。
なんかね、なんだろう、最初から固定していっちゃうと私の場合ね、なんかラケットの操作ができなくなっちゃう、ね、あ、動きが悪くなるもん、ね、そうそうそう、なるほどね。だから逆に力抜いてってから最後グッて入れた方が、なんだろうな、私的には感覚がいいかな。でかいから届いちゃうからか、そうだよね動かなくても塗り壁になるよ、そう、はい、ということで、はい、ちょっと僕と佐藤コーチね、やったんでちょっと参考にしてみてください、はい、じゃあ次回バックハンド編に行きますので、はいはい、楽しみにしててください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。